いやー、とんでもないことに気づいてしまいました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、柱稽古編のアニメ化 PV をよく見てみると、煉獄さんが映り込んでいるのを知っていましたでしょうか。さあ、そしてその意味をですね、皆さんは知っていましたでしょうか。さあ、実はこれですね、外伝アニメ化の伏線なんですよね。柱稽古編放送詳細まとめということで、本日はですね、柱稽古編のほぼすべての情報をお届けしていきたいなというふうに思っております。さあ、さらにはですね、新作オリジナルアニメについてもね、お話ししていきたいなというふうに思っております。さあ、ということで、まずはですね、こちらなんですけども、放送日ということで、鬼滅の刃柱稽古編はですね、2024年の1月から4月の間に放送が開始で、ほぼ間違いないんじゃないかなというふうに思っております。はい、1月から4月の間の、まあ、どこかでスタートするでしょうということで、まあ、これはね、マジで確定だというふうに思っているんですけども、理由としましては、12月から1月にかけて、鬼滅関連のイベントっていうのが多くございまして、最新情報がその辺で解禁されるからですね。去年の傾向からしても、12月に情報が解禁される可能性っていうのは、特大ですよね。はい。さらにはジャンフェスで柱稽古編のステージが開かれることもあり、年内に情報っていうのはドドンと出てきそうなんですよね。つまりは1月から4月には放送ができるはずじゃないかなということでございます。まあ、あくまで予想なんですけども、2024年の始めを楽しみにしておきましょうということでございます。さあ、続いてなんですけども、こちらということで、サプライズアニメ化全何話となっております。さあ、ということで、今年のですね、サプライズがなんと鬼滅の刃の外伝アニメ化でございます。さあ、外伝とはですね、煉獄杏寿郎と富岡義勇の過去を描いた想像以上に重要で深い物語となっておりまして、その分量っていうのは単行本一巻ほどとなかなか多くですね、戦闘シーンっていうのも数多くございます。さあ、なんとですね、そんな外伝は柱稽古編よりも見応えのある映像となってくるんじゃないかなと思うわけなんですけども、そんな外伝が柱稽古編と同時にアニメ化するんじゃないかなと思っております。理由としましては、柱稽古編が全10話未満というね、海外のリークがございまして、そこからアニメは全部で9話ほどなのではないかなと予想されます。またですね、柱稽古編っていうのは単体でね、まあ、アニメの分量っていうのが本当に少なくてですね、もうこう柱稽古編単体でやるにはメリットっていうのがあんまりないんですよね。まあ、なので、まあ、複数で、まあ、ちょっと構成するんじゃないかなというふうに思うんですよね。つまりは柱稽古編プラス外伝アニメプラスアルファとなりまして、話数構成はこんな感じになるでしょうということで、まあ、こんな感じなんですけども、柱稽古編が全5話で、外伝アニメが全3話で、オリジナルアニメが全1話ということで、まあ、合計9話での放送となってくるんじゃないかなと思っております。さあ、そして放送順としては、外伝アニメ3話、オリジナルアニメ1話、そして柱稽古編5話の順で、無限城編につながる時系列で放送される可能性っていうのが非常に高いですと。はい。まあ、こんな感じで放送されそうですね。ちなみに、外伝の内容的に、柱稽古編のこのタイミングで、まあ、アニメ化するっていうのが、まあ、一番ベストなのかなというふうに僕は思っております。はい。最後の方のページには柱全員分のカットっていうのも存在するんですよね。こんな感じで、いや、柱が全員揃っているカットが存在するので、まあ、やっぱりこれが、まあ、アニメ化の伏線ともなってきそうですよね。で、さらには柱稽古編の PV の方に、なぜか
煉獄杏寿郎さんが一瞬だけ映り込むんですよね。まあ、これっていうのは柱稽古編と同時に外伝がアニメ化するね、伏線なのではないかなと僕は考えております。煉獄さんっていうのも、まあ、過去のエピソードで登場するから、まあ、全ての柱にフォーカスが当たる、まあ、そういうことをね、今回この PV では暗示しているんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これよく見てみるとですね、煉獄さんと左側には甘露寺光さんがね並んでいますよね。まあ、これっていうのは外伝なんですよね。はい、ということで、まあ、そんな感じで、まあ、外伝がアニメ化するんじゃないかなと思っております。つまりは柱稽古編っていうのは単体ではなく、外伝アニメプラス、まあ、オリジナルアニメで、まあ、全9話構成となるでしょうと、いうことで、まあ、柱稽古編結構ね、まあ、そんな感じで楽しみになってくるんじゃないかなと思います。さあ、そしてそんな柱稽古編なんですけども、どこまで進むのかということで、まあ、今回ね原作の139話の無限城編に突入する直前まで描かれてくるんじゃないかなというふうに思っております。原作の140話の扉絵を見てみるとですね、こんな感じで、まあ、無限城編の開幕っていうのは、まあ、おそらくここなので、まあ、やっぱりその直前の原作139話っていうところが、まあ、今回柱稽古編なのかなというふうに思っております。さあね、楽しみでございますね。さあ、そして柱稽古編の主題歌はということなんですけども、まずは歴代のアーティストから見ていきましょう。さあ、リサさん、エメさん、そしてミレイ×マンウィザンミッションということで、まあ、これまで3代にわたってね、鬼滅の刃っていうのは主題歌をね、担当されてきましたが、まあ、なんと今回はね、まあ、やっぱりリサさんの復活っていうのが、まあ、あるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、なんでかっていうと、まあ、外伝のアニメ化がね、うん、可能性があるので、まあ、煉獄さん×まあ、リサさんっていうね、まあ、このコンビっていうのは、まあ、これまでもね、うん、非常に行われてきたことですので、まあ、やっぱり可能性が非常に高いですよね。はい。まあ、他にも、まあ、アーティスト見ていきましょうということで、さあ、そして続いて、まあ、新たなアーティストなんですけども、まずは一番来そうなですね、新規アーティストでございます。ソニー関連、そして UFO テーブル関連の、まあ、アーティストなんですけども、こんな感じで、リンとしてしぐれ、カナブーン、アオイエイル、フロー、さゆり、ミレイ単体となっておりますね。さあ、割とこの中から来そうな気はしますよね。まあ、他のアニメ、アニプレックスの他のアニメでも、まあ、やっぱり登場してるね、まあ、方っていうのが非常に多いですので、まあ、この中から、まあ、やっぱり来るのかなというふうに思うんですけども、まあ、どうでしょうかね。うん、次柱稽古編の方は、まあ、柱っていうところにフォーカスが当たりそうなので、まあ、やっぱりグループバンドっていうところがね、まあ、かなり熱いんじゃないかなと思っております。まあ、カナブーンとかフローとか、まあ、あとはリンとしてしぐれとか、まあ、このあたりがね、まあ、だいぶ来そうな気がしますよね。さあ、そして個人的に来てほしい有名アーティストなんですけども、こんな感じということで、キングヌー、崎山蒼志、夜遊び、アドとなっております。さあ、やっぱりね、キングヌーですよね。うん、常田大輝ワールドっていうのが見たいですよね。まあ、呪術廻戦のスペシャルズもう本当に素晴らしかったんで、まあ、やっぱりキングヌーにはね、来てほしいなと思います。本当に表現力っていうところで来てほしいですね。さあ、あとはですね、崎山蒼志さんということなんですけども、皆さん知っていますでしょうか。この方もう本当にね、うん、表現力が素晴らしくて、いい歌を作るので、まあ、やっぱり来てほしいですよね。はい。ヒロアカや呪術廻戦の主題歌を務められているということで、まあ、鬼滅の方でもね、まあ、可能性は高いのかなというふうに思っております。さあ、あとはですね、夜遊びとアドということで、まあ、この二人はね、うん、この二組は、まあ、だいぶね、こう、私が個人的に好きなので、まあ、来てほしいかなというふうに思いました。はい、ということで、まあ、そんな感じでね、主題歌は誰になるのか本当に楽しみでございますね。さあ、今回はね、こんな感じの動画となりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、外伝のアニメ化、そしてね、放送日なんかが気になるところでございますが、12月、そして10月の方でもね、情報が出ると思いますので、まあ、公式からの動きを楽しみにしておきましょう。
さあ、それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。